今回打って関わっての洋画ということで、井上さんがお勧めくださった映画、ご紹介いただけますでしょうか。ちょっと待って、タイトル忘れちゃった。洋画、すべてが変わった日です。いやめっちゃ棒読みやな。読んでます的な。かなり前に言いました。かなり前に、はい。まあ、僕もねこれ突然皆さんから勧められてね見てきましたけど、ちょっと先にじゃあこの映画コムさんのねちょっと映画の説明からねちょっとご紹介したいと思います。はい、マン・オブ・スティールっていうね、DC のスーパーマンをね題材にした映画がありましたけど、そこでもう夫婦役で共演したダイアン・レイン、あとケビン・コスナーね名優が、風の、連鎖によって危険な場所に連れ去られてしまった孫の救出のために立ち上がる夫婦を演じるスリラー映画。舞台は、1963年、元保安官のジョージ、ブラックリッジと、妻のマーガレットは不慮の落馬事故により息子のジェームズを失ってしまう。3年後異邦人として幼い息子のジミーを育てていた義理の娘ローナは、再婚するが相手の、ドニー・ウィーボーイは、暴力的な男だったと。ドニーは、ローナとジミーを連れてノースダコタ州の実家に転居し、そのことを知ったマーガレットは義理の娘と孫を取り戻すことを決意すると。しかしジョージとマーガレットを待ち受けていたのは暴力と支配欲で、ウィボーイ一家を仕切る強迫な女課長の、ブランシュだったとというストーリーですね。ファントムスレッドのレスリー・マンビルほか、ジェフリー・ドノバン、ブーブー・シュバートが脇をかすめると。監督は、幸せのポートレートの、トーマス・ベズーチャ監督。この監督は実はもう映画監督になる前はファッション業界の重役の人らしいです。ちょっと異色の経歴の人らしいですね。はい、2020年制作113分、PG12 でアメリカが制作、現代はレッドヒム GO、背景はパルコさんということです。はい、ということで、僕もねおすすめして見てきましたけど、まずなぜこの映画を。いやまあいつもの通りだから、その最新のね収録にあたってキンキン発表される映画っていうのを中から選びましょうっていう話で、大体僕はもう洋画のヒューマンドラマが好きなんですよ。でただ洋画のヒューマンドラマがちょっと今回の収録前にはなくて、まあ僕あんまりスリラーとかちょっとホラーとかってそんなに見ないんだけど、でもまあギリギリちょっとそのドラマ的な要素があるっていうことでこの映画を選んだっていう、そういう目線か、ね、なるほど、うん、なんかヒューマンタッチな部分もありそうだなと思って、単なるスリラーじゃないっていう感じで、これは一応あらすじとかもちょっともちろん見て、タイトルだけ見て気になってよりはそういう感じですね。あ、うん、実際見てご覧になっていかがでした？いやなんか確かに怖かったっすね。スリラーっていう感じはしましたね。本当に、まあ、そのね女課長っていう人たちと最初にこの老夫婦が出会った時に、はい、そこで何が起きるのかなと思うんだけど、なかなか結構本性を表さないんですよ、そのね女課長がね。まあ、ここからネタバレになっちゃうのかな、はいはい、うん、この番組はネタバレを前提にしておりますので、もしですねネタバレしたくないよという人はぜひ劇場にね今すぐ行ってそれからまた聞いていただけるとありがたいです。はい、うん、はい、だからまあね本当に思わぬところでいきなりそういう女課長だったりが乱入してきたりとか、はい、うん、なんか本当にそういう意味ではなんか予想外のところで急にもう息をねこう詰まるようなシーンの連続で、でもなんか途中でね車でロードムービーのように立ち寄った牧場にいた、まあなんていうのネイティブアメリカンの人とのなんか交流とか、なんかそういうのもあったりして、そういうのがなんかちょっとホッとさせられもして、まあそこがちょっとヒューマンドラマ要素かななんて思ったり、そうだね、良かったと思います。うん、先のこうテーマというか、まあ、あとなんか内容というのはどうですか。作品のテーマとしては、うん、俺やっぱり日本のね現代的なやっぱり児童虐待に近いような内容なんだけど、うんうん、なんか明確な虐待とも言い難いみたいな状況があって、うんうん、明確な虐待と言い難いっていうか、なんかその証拠が残りづらいような感じで、なんかこう巧妙なんですよね、その女課長たちがね。
だからその巧妙さみたいな部分っていうのが、うん、まあなんか描かれててすごくそこがなんかリアリティがあるなとは思ったのと同時に、これ1950年代のね小説が原作なんで、うんうん、アメリカってもうすでにその時代にそういうことが、うん、児童虐待がある種問題として考えてる人がいたんだなっていうことで先進的な、これ書かれたのは1950年代なの、この小説と原作が1950年代の、あ、50年代を舞台にしてるのか、舞台にしたって書かれたのは、書かれたのはどうなんだろう、これこの確かにそのでも書かれたとしても、うん、なんか例えば日本の1950年代をじゃあ今の人が小説にしたとしても、うんうん、多分その時ってむっちゃパワハラとか暴力があると思うんだけどなんかそれを問題にして書こうっていうことってあんまないような気がするんだよね。だから多分なんかその時代からそういう意識はちょっとなんだろう、社会問題にならないんだけどでもなんかみんなの間では問題ないよねみたいな感じで、うんうん、共有されてたんじゃないかなって思ったんですけど。ああ、なるほど、ね、うん、そうですね、うん、確かに、まあ、僕じゃあ僕の感想を言いますけど、うんうん、ねまずね、うん、作品まず第一印象は、うん、僕ねこの夫婦いるじゃないですか、うん、この、うん、誰だ、うん、ケビン・コスナーとダイアン・レイン、うんの夫婦、うん、俺はねこの夫婦見た時にねうちの両親かなと思った。あ、そうなんだすごいタイプが似てて、この寡黙でなんかずなんかこう待ってる、待ちタイプのお父さんと、うん、この正義感が強くて前に進んでいくお母さんっていうのはもう本当ね、特にこの母親はねもう俺の母親なんじゃないかっていうぐらいすごい似てるなんかタイプ的にっていうので、うん、なんかこうまあ、僕個人的にねなんかまと思って、でしかもちょうど年もやっぱこのぐらいの今年になりかけてるから、うん、自分の両親を見るようなちょっと感覚が少しあります、うん、これはあくまで個人的な感想ね、うん、であのねあとそのこれ初め見た時にこれはなんかあ感動もののなんかやつかなみたいな、ね、うん、感じ持ったで、で、うん、なんか何ももうエルちゃんに知らされずに言ったから、うん、そしたらどんどん再興するわみたいな感じからあれあれあれみたいな感じででね、なんかねこのねなんていうかな身近にいる悪というか、うん、日常に潜んでる悪みたいな、うん、こういうのってなんかちょっとねあの黒沢清のなんか作品みたいな日本で言った感じちょっと似てんなと思いましたね、うん、でこのね家族ってものに対して俺はね結構やっぱこの結婚してから特にいろいろ考えることがあって、うん、でなんか家族の素晴らしさと家族の怖さみたいな、うん、ね、それってねやっぱすごく特に結婚してから思うんですけど、エルさんのこと結婚してから相手の親戚とか家族とか両親とかそういうのって結構絡む機会ってどうですか？ほぼないですけどね。ないですよでもね僕ね結構 あるんですよ、でそのためにうわーめんどくせーって思うことがものすごく多くて、うん、でさっきほら竜とそばかすの姫でね、うん、取り上げたやつがありました、うん、これこの細野守監督ってまさにこの家族をテーマして映画撮ったことがあるんですよ。それがサマーウォーズっていう映画 で、うんうん、でそれは主人公が高校生なんだけど、うん、高校の先輩と一緒に先輩の田舎に行ってくれって言って田舎に行ったら田舎にすごいものすごい親戚がいて、その親戚と一緒にインターネットを使って世界の危機を救うみたいな、まあ、とんでもないストーリーなんだけど、でそれは何かって言ったら、うん、なんかねこの細野監督がちょうど結婚したんだってその映画撮る前に、うんうん、で結婚したら相手の家族がものすごい大家族で親戚がいっぱいいて、うん、で自分は親戚が全然いないのに親戚がものすごいいてその親戚がいっぱいいるっていいなって思った結晶なんかインプレッションからその映画を思いついたって言って、うん、つまり、まあまあ、親戚って面倒くさいけどそのなんていうかこう親戚とか家族って素晴らしいなっていう、まあ、細野監督なりの目線で描いた、うん、がサマーウォーズなんだけど、うん、それは家族のいい面を描いてるとしたら、うんうん、でその時に鈴木プロデューサーがたまたまそのサマーウォーズの、うん、ヒットをしてる時にそのサマーウォーズの感想をねラジオで言ってるのを俺聞いたことがあって、うん、それはなんでかって言ったら鈴木プロデューサーがその
よく家族なんて面倒くさいもんなんかテーマにしたよみたいなてか家族って面倒くさいじゃんみたいな、うんね、こんなのちょっと嘘だよねみたいな感じのなんか、まあ、ちょっと目線に行って、でその時に俺はなんか若かったから、うん、なんかこのサムウォーズヒットしてるのになんかこうジブリがヒットしてるからちょっとなんかこう歪んでんのかなぐらい感じで思ったんだけどでも実際自分が結婚して相手の家族とか相手の、うん、まあたまたま僕の家族をね、結婚した人の家族はそうだったんだけど、うん、もうとにかく面倒くさいこと山積みで、うん、もう本当にもうなんかもうなんかねとにかくね大変なことがいっぱい僕は個人では大変だったんですよ、うん、でそれをねなんかこうこの映画でなんかちょっとなんか、まあ、黒崎良監督の映画もそうなんだけど、うん、ちょっとこの映画でも匂わせてるとこが、うん、あなんかそういう意味でリアリティあるなあって思った。そっか、家族がちょっとなんかいろんな厄介事を引き起こしちゃう原因にもなりうるって話なのね。なるほどなるほど。だからたまたま家族になったやつが面倒くさかったっていうことって、うん、結構あるでしょ多分普通に、ね、まあ渡る世間は鬼ばかりがあんだけヒットするっていうのはそういうことだよね橋田須賀子先生ってすごいよねやっぱり橋田須賀子ってなんか言ってたもんね、その今、ええ、家族が一番大変だから家族はずっとかけるみたいなこと言ってたもんね。そうですね、ええええそうそう、だから一般的になんかほら、ええ、なんていうの、まあありがちなドラマとかって家族は素晴らしいみたいな、うん、家族のいい面だけだけど、うん、そうじゃないでしょっていう、うん、いい面もあるんだけどもちろん面倒くさいこともたくさんあるっていう、うん、で、まあ、それをすごくエクストリームに描いたような作品だなっていう。なるほどなるほど、うん、そういう見方か、なるほどね、うんうん、面白いねそれは、うんうん、面倒くさいやつが親戚になった問題みたいな、うんうんうん、であるんでしょうっていう感じがするね。いや僕はねそんななんか面倒、うん、くさい人って、うん、なんか なんだろうねそれに対抗する手段というか、対抗つっても別に正面からこう向き合うっていうよりは対策かな、正確に言うと対策する手段とか考えるの結構不得意な方ではないような気がするんで、なんか逆にその面倒くささ返しみたいなそういうのやるタイプなんで。すごいね。さすがです、ね。いえいえ。なんか真綿でこう締めるみたいな。それはもうやっぱ海鮮山線のやっぱ江戸田さんです。いえいえ。面倒くさい人ってなんかある種すごく感受性みたいなものがある人が多くて、感受性って言っても別になんかその人のことをなんか思いやったりっていう意味じゃなくて、自分の自己利益に関する感受性がむちゃくちゃ高いから、保身というのか、なんかそこの部分の刺激をうまくやってあげるっていう、うん、なんか全然話がそれちゃいましたけどね。だからそのなんか、うん、保身のための刺激っていうのをどうやったらうまくできるのかなっていうのは考えたりしますけどね、そういう人に遭遇したらだからね、その、いや僕はもうなんかもう結構それがまあ、N ちゃんみたいにうまくできないから、いえいえ、もう本当自分なり本当ね、まあこのラジオでも何回か喋ってるんだけど、まあね、もう相手の両親のことについていろいろ悩んだことがすごくもうあって、何年も悩んで、もうなんとかそれをこうクリアしていったところがあって、うん、で今回で言えばその自分の、うん、息子の、余命が結婚したやつがとんでもないなんか殺戮マシン一家だったっていう映画じゃないですか、ええ、でこれは、まあ、要は簡単に西部劇ですよね今回のこの映画って、うんうん、その要はで舞台を1963年にしちゃってたけど、これは要はもう監督曰くそのアメリカが転換した時代って言ってて、でそれはつまりそのなんていうか、監督はアメリカが、うん、古き良き時代から、うんうん、多分その70年代闘争とか、うん、まあ、ヒッピームーブメントとかそのとあるけどさ、うん、なんかこの監督が言ってたのはそのケネディの暗殺があったからって、うん、63年にしたって言ってるけど、まあ、そういうふうにアメリカがこう転換した時代、大きかった時代って言ってるんだけど、うん、まあ、要はそういう意味で、まあある意味最後の西部劇みたいな、うん、まあ、この要はこのなんだっけ、ケビン・コスナーって要はもうカウボーイだよね、うん、この人ね、うん、このカウボーイのおじいちゃんがこの、まあ、要は孫を取り返しに行くっていうね、うん、ストーリーなわけじゃないですか、うん、でやっぱね僕は僕ねなんかねこういうねなんかね遠くにいる相手の親戚の家に何かをし問題を解決しに行かなきゃいけないっていうねことってね、僕も何回かあってね、だからすごいね、なんかこう
車の乗り継いで、うん、あの痕跡をたどってでこの家を見つけてで、あいでなんかやってるってすごくねオーバーラップしてなんかね、なんかねだからそういうそれって親戚のこととか家族のこととかって公共機関が入れない問題でしょ、だから基本的には、うんうん、だから自分で解決するしかないんだよ、うん、だからそれってすごくこう、まあ、ある意味リアリティがあることだと思うし、うん、で、でもう一個なのがこの映画の、コピー気にならなかった、うん、コピー見てないです。あ、マジですか。僕ね僕ねこの映画のコピーがこれ、うんポスターなんだけど、うん、すべてが変わった日、うん、行き過ぎた正義が狂気を呼ぶっていう書いてあるんですよ、うん、これどう思います？これなんかちょっと今正直言うとそんなにピンとこなかったんだけど、なんかそうピンとこない上に、うん、なんだろうこれっていう感じでちょっと思って、うん、あの意味はわかるよ、うん、意味はわかるんだけど、映画見た後でこれコピー読んでも、うん、何に対してそれが当てはまるのかなっていうのが今パッと思いつかなかった。そうそうそう、つまりこれはつまりこの中で、正義感が2つあるんだよ、うん、でそれは何かって言ったら1個はこのお母さんの方、このダイアン・レインの方は、うん、ね、可愛い孫が虐待されてる、でそれを助けに行かなきゃいけないっていう正義ね、うんうん、であとこのケビン・ポスナーの行ったら絶対にとんでもないことになるから引き返そうっていう正義、うん、まあ、正義っていうのがあるけど、まあ、この人の、まあ、人生経験というかみたいな、でそこのせめぎ合いじゃないですか、うん、でこのコピーさっきのコピーはこのケビン・ポスナー側のコピーだよね。毎回毎回この人このダイアン・レインがこう行くたびに行ったらとんでもないことになるから引き返そうって、うん、何回も呼ぶけど、うん、でそれはこの人が保安官だから、うん、まあ、行ったらとんでもないやつだっていうのはなんとなくこう直感で分かって、うん、でそういうふうに行きたくないっていうか引き返そうで行ったらとんでもないことになるっていうのが、まあ、半分直感で分かってるからだと思うんだよね、うんうん、だけどこのダイアン・レインはそうじゃないんだよ、うん、で自分の可愛い孫が虐待されてる、それを助けに行かなきゃいけないっていう正義感なわけだね、うんうん、っていうことって思いませんでした、ね、どう？あ、でも今の説明で、うん、こっち側の人の話ね、行き過ぎた正義がっていうのの、うん、なんていうの、形容詞が形容詞っていうのか形容句っていうのか、うん、それがなんかその相手が女主人のことを言ってるのかと思っちゃった。ああ、そっか、ああ、なるほど、そういう目線か。女主人の中でなんかすごい行き過ぎた正義があるで、それが狂気を呼んだっていう。あ、そういうこと。その女主人の正義って何かなと思って、あ、もちろんあの当てはめることはできますよ。例えば女主人は女主人なりになんか家の秩序を守ることが正義だって考えてたとか。なるほど、それもありえるんだけど。あ、そっか、うん、あ、そういう目線か、うん、ただその女主人の正義って別になんかそこまで感じられなくて単純に狂ってるとこしか、まあ、見えなかったんで。利己心の方がでかいよね、だからちょっとピンっていうか、それに当てはまるシーンってあったかなと思って、うん、だから俺このコピーが何なんだろうと、まあ、日本のコピー会社が映画会社がつけたんだと思うんだけど、うんうん、いや多分おそらくだよ、まあ、普通にストレートに考えれば、うん、まあ、このお母さんのことを言ってると思うんだよね。あ、お母さんが、うん、本当このお父さんが言ったら危険な目に遭うって思ってるのに、うんうん、お母さんが正義感で、うん、とんでもない殺戮以下のところに乗り込もうとしてるから、うん、それは行き過ぎた正義で、その結果ケビン・コスターの指は切られるみたいなことになるみたいな、そういうことを言ってるんだと思う。あ、そういうことか、相手の狂気を呼ぶとっていうふうに言ってんじゃないかなと思ったんだよ、うんうん、でだけど僕はそこに対してっていうふうに思って、なんかちょっと否定的じゃん、行き過ぎた正義って。そうそうそう、行き過ぎた正義って、じゃあ何孫助けに行くのって行き過ぎた正義なんですかみたいなことを思うわけですよ、でそれはどういう、なんでそう思うかって言ったら、やっぱね、なんていうのかな、僕もその、まあ、僕に正義があったかどうかは別として、その何ていうか、かなり親戚が困ってる問題を、その地に乗り込んで解決しなきゃいけないっていう命題があって、それはもう行ったら絶対に面倒くさいことになるっていうのは分かってるわけなんですよ、でも分かってるけど行かなきゃいけなかったっていうのはやっぱあったりして、でもそれは結局勇気だと思うんだよね、でこれお母さんはその自分がとんでもないことになることは、そのこのお父さんよりは少ないかもしれないけど、行かなきゃいけないっていう、やっぱ孫を助けに行かなきゃいけないっていう正義感があると思って、それに対してこのお父さんが夫婦愛からついていかなきゃいけないっていう、でこれもね、なんかね、行き過ぎた正義って言ってしまうのってなんかこうすごく今の日本人っぽいなと思ったんだよね、
あ、分かる分かる。だから今っていうか、なんかちょっと昭和とかを引きずった感じというか、うん、なんかそういう感じはするよね。うん、なんかちょっととりあえずなんか事なかれ主義でやっとこうぜみたいな。そうそうそう。ただちょっとなんか時代、今のでも今の時代って、あの五輪の前の小山田問題とか、うん、いろんな問題とか結構ちゃんと、うん、まあ処理されてる感じはあるじゃない。だからそういう意味で言うと、なんか今の時代の空気とちょっとずれてる感じがするなと思った。あ、うん、なるほど。うん、あ、そうか。うん、まあ僕はだからその、うん、なんていうかな、うん、あのね、僕はあの、いや同じようなことだと思うんだけど、うん、あのね、僕はあの、なんだっけ、あの鬼滅の刃、ね、うん、見ました？映画見た見た。あれの時にさ、ほら、あの、なんだっけ、なんとか連十郎、え、煉獄、煉獄炎団、なんか名前が出ないわあの人、あの、あいつがその要は自分の父親かなんかから、うん、なんかその、なんていうかな、あの、なんていうかな、自分がこうなんか力、あ、あれだ、これ、うん、弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です、うん、弱い人はよっていうふうになんか、うん、このセリフが結構あって、うん、これは何かって言ったら、あの煉獄さんはすごく強い力を持ってるんだから、うん、その力は弱い人のために使わなきゃいけないっていうふうな、うん、でこれは結構まあ名セリフみたいな感じじゃない映画の中で言われてて、でこれって要は何ていうかな、あのスパイダーマンの昔の映画の時に、うん、なんかこう大いなる力を持った者は大いなる、うん、なんか立てつけないみたいな、責任があるみたいなね、まあ、要するにノブレスオブリージュみたいなね、うん、そういう感覚があって、うん、でそれで、まあ、要はあの力を持った者だったらそれは弱い人のために使わなきゃっていうことがあると思うんだよ。で今回の映画も見てね、例えばこれが昔の西部劇だったら、うん、これが例えばシェインみたいなね、うん、もうすごい凄腕のガンマンだったら、うん、まあ、行ってこの悪党をぶっ放すところを見る、うん、ね、まあ、相手はもう強いかもしれないけど、OK 牧場って、うん、強い敵かもしれないけど、でもシェーンのガンの腕を持って相手に突撃していくっていう映画だと思うんだけど、今回は主人公がただのじいさんとばあさんだったから全然強くもなければ、うん、全然力もないじじいとばばあが主人公なわけなんだよね、うんうん、でも孫を助けに行かない、うん、じゃあその時にじゃあ弱い人は、うん、弱い人を助けなくていいのかっていうふうに思って、うん、でそれはちょっと違うんじゃないと、でそれはも僕も同じようなことで、うん、まあ、ちょっと親戚問題っていうことでまた思うんだけど、うんうん、それは自分は全然力がないと思ってるけど、でも前に問題があって何か誰かを助けなきゃいけないっていう時に、その自分の勇気を振り絞って前に行かなきゃいけないっていうのは、このお母さんは全然女の人で全然力もないけど、うん、自分のこの勇気だけ振り絞ってあのウィーボー一家に突撃していくわけなんだね、うんうん、それが映画としてのこの人がヒーローたるゆえんだから、うん、そうだね、なそれなのにこのコピーで行き過ぎた正義ってこのライアンレインを呼んじゃうのは、うん、っていうふうに思うというか、確かに確かに、うんうん、どういう意図があってなんだろうね、なんかどういう感情を引き起こしたいっていう意図の配球だったんだろう、うんうん、どういう、なんでこのコピーなのかなっていうなんか、うんうん、だでね、いやだから確かにね、このなんかこの YouTube にこのなんだよ、ケビン・ポスターとダイアン・レインのなんかインタビューとか載ってて、でなんかこうそれぞれの話聞いたら、実際この2人でね、本当にこういう性格っぽいんだよね。あ、なんかこの映画どうでしたかって聞いたら、なんかいや久美子さんがいやもうなんかね、なんかもうとんでもない目に巻き込まれる映画でみたいなのがあるんだけど、でもダイアン・レインがもうそのケビン・コーさんを下げて、いやいやこれはねもうあの大切なものをないやあの守るためにね正義を貫き通す映画なんですよっていうのをダイアン・レインが言うわけよ。だからもうこの2人が元からそういうこうな本当なんかあのまんまみたいな感じの、だ、まあ、だからこそやってるんだろうけど、うん、まあでもこの映画にでなんかエグゼクティブプロデューサーでこのケビン・コースターが入ってるから、うん、だからまあケビン・コースターってもともとこれダンス・イズ・ウルブスとかさあのワイヤータップとか西部劇がすごくまあ得意だから、うん、だからまあこういうその最後の西部劇みたいな感じで描いたところもあるんだけど、だから最後、うん、まあ、テーマ的にはまあね、あの心情を寄せてるところもあるんだけど、うん、まあそういう意味でこのダイアン・レインが言ってることの方が僕はなんかこうすごくまあ映画的に、うん、あのまあ、興味持つとか共感するなっていうイメージかな、うんうん、なるほど、うん、
どうですか。いやでも本当そうね、うん、だからどういう意図だったんだろうなって、なんか難しいよねこれ。なんかスリラーとして単純になんかそういうスリルシーンっていうのを見せるための、うんうん、極論言っちゃうとストーリーと関係なしに怖がってください夏なんでみたいな映画のつもりで言ってんのかねこれ、コピーって。うーん、てかそのなんかこう、うん、あこの映画っていやすごい面白い映画だと思ったんですよ、うん、いい映画で、それは夫婦の関係と夫婦が培ったものと、うん、あとそういう危機に直面した時に人間がどうするべきなのかっていう、うん、まあその勇気の問題っていうのって、うん、今のとすごく通じるところだし、うん、だからすごくいいことを描いた時に、なんか単ななんかこのポスターもそうなんだけど、なんかただのスリラー映画みたいな感じの、うん、ただやっぱりでも本当にそうかもしれない。あ、今ポスター見て、うんうん、そう思ってだね。なんか火事のシーンはちょっとだけしか出てないか。そうそうそう。で、あの女課長は真ん中に出してるね。うん。うん、で、うん、そうそう。で、タイトルも思うんだよね。これ実際さ、うん、あの現代はさ、レッドヒムゴーだっけ？うん。彼を解放してあげてみたいな、なんかそういうタイトルだね。だから要は、まあ、彼ってまあいろんな、うん、まあ、あの孫っていう見方もできるし、うん、このゲミコスターって見方もできると思うんですけど、うん、まあ、複合的な見方だと思うんですけど、うん、それが全てが変わった日だと、なんかあの、なんていうかな、あの息子が死んだ時なのか、うん、あのこう乗り込んでいった日なのか分からないけど、それでケビン・コスターが死んじゃって大変な目に遭ったみたいな、うん、なんか別にそういうなんかこう、なんかあの最悪の日を迎えなければ俺たちは幸せに過ごしてたのみたいな、みたいな、そういうことなのかみたいな、なんかこう、うん、っていうのもちょっと思うという。なんかこれをそのまま、その映画の本当に本質的なメッセージでそのまま伝えると、うん、ちょっと売れなくなっちゃうかなって思ったのかな。あ、映画会社よくあるんですよそういうの。あ、なるほど、うん、どうしたら日本のユーザーに受け入れられるかなとか。あ、うん、これだからすごく深いテーマで、うん、なんていうかな、あの北の国からねスリラー出したみたいな感じの、ね、こうそのくらいこうちょっと深いところがあるじゃないですか。相当深いですよ、ね、これをあのどういうふうに正しく伝えるかって、うん、確かにまあ難しいっちゃ難しいよね、うん、そのままこの深いテーマの映画ですって言ってもちょっと厳しいと思ったんじゃないですか、うん、だって本当倉本壮がスリラー書いたみたいなそういう感じのこうそのくらいの難しさがね あるもんね。あ、そういうことか、うん、あ、じゃあもう難しいものは今流行んないですよ、うん、でもね、いやでもじゃあだからエロさんが勧めてくれた、でじゃあだからすごいいい映画だったなと、うん、ね、本当に、うん、いやさすがですなと、ありがとうございます、思ったんですけど、ただなんかこう忘れなんかうまく伝わってないんじゃないかなこの映画の良さがと多分そうだね、うんうん、伝わりづらいっていう割り切りはしてると思うよこのポスターとコピーから、うん、なんかこの映画見るとだから僕、まあ、自分の両親を思い出してないけど、うん、僕らみたいな年齢の人が見ると、うん、まあ、自分の両親とかあの夫婦のあなんていうの年老いた後の夫婦がどういうことなのかとか、まあ、いろいろ考え思うこととか、うん、なんかあるんじゃないかなと思ったんだよね、うん、そうね、うんうん、でもやっぱり、ね、橋田壽賀子先生もやっぱりホームドラマっていうのはなかなかやっぱりヒットしづらくなってきましたわっていうことは最近おっしゃってたから、やっぱりホームドラマで押すって今の時代難しいんじゃないよな、映画にしろドラマにしろ。なうん、僕ホームドラマとか、ね、やっぱりそういうの好きなんですけどあれだね、中学時代ぐらいから、うん、渡る世間好きだったよね。そう、だから大草原の小さな家とかなんかまああれ別にねそんな悪いなんていうの人間関係じゃないけどね。確かに確かに、うん、でもあの家族ドラマって本当に面白いよね、うん、あの僕はほらあのそれこそ山田洋次のさ、うん、家族は辛いよっていう映画ね、あのあれがアマゾンプライムで配信されてたからさ、うん、見たらめちゃくちゃ面白くて、本当に、特に1と2なんかもう爆笑するのにテーマが深いっていうさ、すごいね、めちゃくちゃ面白かったんだけど、うん、本当にホームドラマって今そんなにヒットしないのかね、うん、どうなんだろう ねやってみたらどうかなと思うんだよ。やってみたらどうかなって思うよね、うん、絶対にみんな面いろいろ大変などうなんだろうな、かもう家族関係が薄くなってるから理解しにくいのかな。あ、それはあるかもしれないね。あ、うん、なるほどね、そっちの問題があるよね。そんななんか、まあ、お姑さんと一緒に住むっていうこと自体がちょっと現実的に今なくなりつつあるもんね、まあ、あとそのお姑側もその息子夫婦娘夫婦と関わらないようにしたいみたいな、うん、こう時代だから、
まあまあ分かんない、俺みたいにこういうふうになんかなかなかこう面倒くさいことに巻き込まれるって少ない方なのかもしれないけど、うん、でも当事者からすると結構大変なことってあるから、うん、共感を呼ぶような気がするんだけどね。え、なんか家族問題で今一番ありがちなのって何なんだろうね。まあさっきそういうこと、虐待っていうのは一つ現代的なテーマだとは思うんだけどね。まあでも実際さ、我々みたいな氷河期世代が、まあ、その要は結婚したいとかできない未婚率がものすごく増えてるから、まあ、それよりも最近その今回児童虐待のことを取り上げてたけど、あの児童虐待を取り上げた映画ってすごい多いよね。あ、ここ日本映画でもすごい、うん、あの今ほらなんだっけ、カンヌ撮った、泥棒以下だね、なんだっけ、うん、万引き家族だ、泥棒以下にもあれなんかもそうだしね。貧困問題もあるよね、あと貧困問題し、うん、だ児童虐待貧困問題の方が、まあ、今日本人にとって身近なのかもしれない。どうしてもそっか、ね、そこに行き着くのか、うん、うん、そんなないもんね。赤木春恵さんみたいな、なんかお仕事のこと住んでますとか。なかなか今、なかなか、もしちょっと友達関係的な感じのね、夫婦のね、まあ、まあ、あったりするからかもしれないけど、でもね、確実に、まあ、俺の実感ね、僕の実感としてはあったりするから、まあそういう、特にまあ結婚したりするとね、やっぱそういうことがあるから、まあ、でもあるじゃねえかな、うん、やっぱりなんだかんだ言ってあると思うんだけどね。あるよね、うん、なんだかんだ言ってなきゃないってことはないと思うんだけどね。安田さんもこれからちょっと子供ができたりいろいろあったら、もしかしたらいろいろあるかもしれないけど、ね、あ、そうっすね、うん、ねえ、うん、だって親しい自分の両親とさえでもあるんだもん。あ、もしかして毒親問題とかはどうですか。ああ、でもそれ毒親問題映画は最近多い、うん、あのアメリカとかでね、うんうん、日本でも漫画とかでもね結構増えてきてるし、ね、うん、毒親問題はね、うん、確かに、うん、これは何だろう、でもこれと、まあ、もう毒親も出てくるっちゃ出てくるけど、うん、いやでもね、うん、素晴らしかったですこの映画、うん、本当にこの、うん、特にケビン・コスナーとダイアン・レインの、うん、この夫婦のなんていうかこうリアリティというか、うん、本当にこの人たち30年連れ添った夫婦なんじゃないかなって思うぐらいのなんかこういい演技でした、ね、うん、リアリティがね高いですよ ね、 ね、うん、ケビン・コスナーがもう本当この人なんかもっともっといい映画にもっと取り上げてほしいっていうぐらい、うん、ね、いい演技でしたね、なんかね白身のあれね、うんうん、と感じでした。そうですね、はい、はい、ぜひですね、あの皆さんの